紐をもらってね、首にこう巻きつけて、それから足の親指に紐を巻きつけて、で学校の講堂の隅にこうして寝とって、で目が夜中にずっと足伸ばしたらここがこう閉まるように教えてもらってね、もう死ぬつもりでね、もう子供も主人もみんな死んだから私一人おったってしょうがないから、もう死ぬつもりで、で死ぬつもりでしたけど、何回してもなかなか死ねないの。そしたら一緒におった人がね、から私は怒られたわけ。あんたこんなことして死んでね、あんたが死んだらそれでいいだろうって。だけど死んだ子供やら死んだ主人は誰がお経をあげてくれるんか、誰がお葬式してくれるんか、あんた自分が死んだらもうそれでいいんかって、もう怒られて。そして考えたら、あやっぱそうだな、お経もあげなきゃいけんしと思ってね、それからもう私は絶対もう死ぬってことを考えないで。